チーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。はい、おはようございます。はい、また1週間の始まり、今日からね。はい、まあ、こんな感じで、もうみんなね、多分人数ちゃんと出ることもないと思うんでね、もう名前も呼んでいかんのかなのでね、天候ももうおそらく逃げることもないと思いますわ。まあそのためにね、あの天候取ってきたわけやけどね。はい、ララちゃん、まあ、また行ってない子おったらまた教えてくださいね。はい、きのこちゃんね、こんな感じね。ナルちゃんもね、あ、ランちゃんね、ランちゃんね、あ、かわいい子です。はい、きのこちゃんにトトちゃんね。はい、ちょびちゃん、あ、ちょびちゃんそうなんの今日はここね。はい、誰やろね、あ、すじちゃんね、マイルちゃんと帰ってきましたね。マイルちゃんちゃんに、ちょびちゃんここにいてます。それでポンちゃんにでもいけないかな。はい、シュー太郎くん、あ、もう食べたの、また入れてたのか、餌ね、餌言ったかね、ね、ご飯、ね、すぐ間違うからね。いっぺんね、覚えたらなかなかね、言い直され、修正できないというポンさんね。はい、はい、まあね、まあ、もうちょっとね、ちょっと今出して見てたら水は飲んだりしてるけど、まだちょっとね元気ないね。うん、ね、また病院今日で、今日か明日でも連れてきたら行ってきますね。うん、ちょっと心配なところだね。はい、はるちゃん、はるちゃん、はるちゃん、こんな感じ。はるちゃん、はるちゃん、もうそんなことせんでいいよ、もう誰も聞いてへんよな。これでカポって乾いたらびっくりするで。はい、それで、あ、ここ今日乗ってないね。さっきまで乗ってたね、平井ちゃんとこ。あ、平井ちゃん、平井ちゃんね。ルパン君ってどこ行ってんや。ルパン君ここにおるの。あ、こんなこと言ってるのか。またそんなことなの。何そんなことなの。一人になりたい時ってあるのかな。はい、平井ちゃんに、マロンちゃん、はい、キタロウちゃん、あ、サボコちゃん、あ、シャーコちゃん、あれシャーコちゃんに、はい、なんや、なんやねん、なに、はい、モモちゃんね、サボコちゃんこの裏かな。イライちゃん、なに、なんか落ちてるのかな。まあ、ちょっと声もなしになってきてるけど、まだちょっとね風邪気味かな、ポンさんはね。まあ昨日のね、チャットでも結構いろいろ書いてたからね、ほんまに、まあ、裸で寝てるから、裸で寝てないけどね、うん、まあ、裸になることが多いからね、温度差がね激しいんですよね。はい、サボコさん、あ、サボコさんこっちやね、あ、向こう行った。ほら、何してんの、何や、何怒ってんの、うん、えら怒ってますね、サボちゃん今日は気分、機嫌が悪いようでね。はい、まあ、こん
感じで、だこっちは誰も行ってないから、美奈子はもう向こうやからね。はい、ひらりちゃん、まあこの棚もね、結構昨日は乗ってくれて、今日朝乗ってくれんかったら具合悪いやんね、ほんまに、ね、こっちはね、ほいでまあここあれです、あのまた解放はねまたしますんでね、まだちょっと待ってください。まだここをねもうちょっと慣れたっていうとこからせんと、またあの向こう出てパニックって逃げていくことになるからね、とりあえずここではもう逃げないということが分かったんでね、うん、こんだけもねおったらもうここから逃げることもないと思います。はじめはね入れたての時ね、ここから飛び乗ってドーンとこの上にね当たって、だからこうバテープしてるんですよ、ここ天井浮いたからね、これで天井裏に逃げたらやばいから、それでテープ貼ってへんけど、これここからドーンと天井が浮いたいうぐらいやったからね、まあ、それになったらちょっとね具合悪いから、もう初めはパニクッとだからね、ここ入った時だから、そのパニクってんのももうないからね、けどポンさんが入っとかね、あのヘルプさん入った時はやっぱりあのみんな逃げたりするんやけどね、まだ、まあ、そこはねまだこの子たちまだダメなんですよ、入ってちょっとしてからやっぱり出てくるという感じで、落ち着いてこの人もう逃げないようにはなってきてんけどね、入った瞬間はやっぱりねちょっとパニクってるとこあるからね、それが治るまでねちょっとねもうちょっと時間があるかな、ね、それを慣らして慣れてからね、あそこ徐々にね冒険さす方がいいかなと思ったりしてますね、こんな感じでね、はい、ね、まあ今週ね、あ今週は水曜日エルサちゃんのねお誕生会いうことでね、ライブも金曜じゃなくて今週は水曜にやりますんでね、皆さん楽しみにしてくださいね、そういうことで、はい、ありがとうございます。みぎちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。